お客さん、どうです?遊んでいきませんか?いい女の子いますよ。お会計より、うちがいいですよ。 いらっしゃいませ。おお、うまい。ありがとうございました。
柏木さん。 Kiryu! 錦。 お前… 大丈夫だったのか? おい、マジかよ! よく殺されなかったな! なんと… だが、これで… 俺はきっちり堂島組を破門になった。 そうか… それじゃ… おやっさんももう大丈夫ってことか? おやっさんのことはまだだ。 俺の濡れ衣が晴れねえ限り、 堂島組はおやっさんに責任かぶせる気でいる。 なんでだよ! お前がもう組を抜けたってのにか! ああ… ただそれでも一歩前進だ。 堂島のダイモンが外れた以上、 こっから好きにやらせてもらう。 クゼを捕まえて真犯人の居所を吐かせてやる。 そうだな… わかった。 それじゃとりあえず柏木さんにも伝えねえと。 行こうぜ。 いや… 俺は東城会から破門された人間だ。 もう風間組の事務所には入れない。 柏木さんにはお前から伝えてくれ。 おい、何言ってんだよ、水くせえな。 いいから来いって。 せめてものけじめだ。 錦。 きっちり筋は通す。 筋って… お前は何も悪いことしてねえのによ。 だったらお前、この後アパート帰るだろ? 俺もすぐ行くから、 詳しい話はそこで聞かせてくれ。 わかった。 じゃあ、後でな。
ら帰りたいですよね。ちょっと寄付してもらおうか。なんなんだ。俺だ、キリュウ。入るぞ。ビールしかねえぞ。分かってるって。他に期待しちゃいねえ。錦、あれから柏木さん何か言ってたか。いや、何も。そうか。でもお前が生きて戻ってきたの見てから、またすげえ勢いで冷麺食ってたよ。それまではむっつり黙って何にも喋らなかったんだけどな。あの人らしい。だろ。そうか、あのクゼが縁故詰めることになるとはな。何が起きるかわからねえもんだ。ああ、だがまだこれからだ。若頭補佐の3人のうちの誰かが殻の一粒を手にすりゃ、風間のおやっさんは組を追われる。それに俺の殺しの濡れ衣も晴らさねえと。サスに目つけられたらもう終わりだ。そのことなんだけどよ、キリュウ。実はな、東光クレジットの社長さっき殺されたぞ。何？ニュースになってる。会社の中で撃ち殺されてたらしい。あの社長はクゼの指示でお前を殻の一つぼにおびき出したんだろう。多分クゼがその口封じに殺させたんだ。クゼは、あいつはそんなに簡単に人を殺すのか。あのバカ何だってやるさ。てめえの身を守るたんだ。だからよ、正面切ってクゼから真犯人聞き出すってのは相当難しいぜ。他のやり方考えねえと。他のやり方？いや、そんなもんがありゃ苦労しねえか。錦、お前、立花不動産って知ってるか？あ、立花不動産。組を抜けた後、その橘って男が来たんだ。殻の一粒を手にするために協力しろとな。奴は俺の濡れ衣を晴らせるとも言っていた。おい、待て、キリュウ。俺知ってるぞ、この橘不動産。奴ら殻の一粒にまで手出そうとしてんのか。どういう連中なんだ橘不動産は。
街に事務所構えてるようなまっとうな会社じゃねえ。俺も聞きかじりだけどよ。一言で言え、カムロ町に特化した不動産乗っ取りのスペシャリストだ。不動産乗っ取り？ああ。今、カムロ町は狭い土地に飲み屋やら風俗やら店がひしめき合って空きがねえ。しかもそのほとんどを登場界の極道たちが仕切ってる。だが立花不動産はそのカムロ町の鉄の壁に穴を開けることができるんだ。鉄の壁に穴を開ける。どんなに繁盛してる店だろうが、立花不動産が目をつけりゃ数日持たずに中の人間は追い出されちまう。金、脅迫、嫌がらせ、ヤクザ顔負けのやり口で店潰しちゃ、空きになった不動産を転売するって話だ。たとえ登場会のケツ持ちと勝ち合おうが、お構いなしにな。今時の不動産周りは金の足掴み競争だ。得体の知れない連中が群がってる。けどその中でも立花不動産は札付きだ。登場会本家も連中を排除しようと追ってるらしい。本家か。そのくらい厄介な連中ってことだ。けどそいつらがおめえの味方につくとなると面白くなるな。信用できる相手ならの話だ。なんで俺を引き込もうとするのか立花の腹が読めねえ。なら明日少し突っ込んで立花不動産を調べてみようぜ。探ってみる価値はある。いや、調べんのは俺一人でやる。あ？お前が俺と一緒に動けば堂島組に目をつけられる。お前は関わるな。キリュウ、組抜けると決めた時から一人でやるのは覚悟の上だ。俺の顔が気に入らねえんだ。
してくれ。何？
そこは適当に合わせといてさ。ちょっとお前殺すぞ俺は目障りだ。許してくれ。よかったじゃん。そこは適当に合わせてさ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。
Yeah!
何なんだ。